千葉県は新型コロナに感染し自宅療養中の50代と60代の男性の死亡を発表しました。二人とも事務処理のミスなどで健康観察が行われていませんでした。大変申し訳ございませんでした。50代男性は先月27日に38度近くの熱があり翌日からの健康観察は保健所から 県にに引き継がれることになりまし,たしかし保健所が事務処理を怠りその後の健康観察は行われず今月1日自宅で死亡しているのが見つかりました60代の男性については保健所が連絡を取ろうと9日間にわたって電話はしていましたがその間訪問もしていませんでした県は健康観察の手順などについて改めて徹底していくとしています